ハロルド・ B ・ブラウンは電気椅子を発明したアメリカ合衆国の発明家。感電子と電気椅子の発明者として歴史に名を残すことになった。交流電流で感電子した若い技術者の自己史の記事をニューヨークポストに書いたのがトーマス・エジソンの目に留まり、感電子の研究並びに電気椅子の開発のために雇われた。エジソンは交流を推進するウェスティングハウスエレクトリック社との対立から交流電流を危険な殺人の道具と印象づけるためにブラウンを雇った。ブラウンは交流電流の危険性をアピールするためにニュージャージー州の研究所で様々な感電ショーを開催した。犬や猫から豚や牛などの大型銃で行い、サーカスの象を買ってきていったトップシー感電子で最高潮に達した。電気処刑で感電子という造語が作られた。1886年、ニューヨーク州は絞刑に代わる新しい、より人道的な死刑執行システムを導入するために委員会を設立した。エジソンはここに電気椅子を売り込み、電気椅子は1889年に採用された。ブラウンの感電ショーは最終的に人間で行われたとも言える。ブラウンはなぜか電気椅子に関する特許を取得していない。実際に電気椅子の特許を取得したのは死刑執行人のエドウィン・デービスだった。ありがとうございます。